こんばんは。関東エリアのウェザーニュースアップデートです。今日は関東各地で35度を超え、かなりの暑さとなりました。埼玉県所沢市、ルッチさんは暑いしか言葉が出ませんね。止まっていた車は暑すぎて乗り込めませんと、暑さの伝わるリポートをいただいています。また埼玉県越谷市、ハムマルさんは日向は気温が高すぎて携帯カメラが起動しませんといただいています。携帯観測器は40度を占めていますね。こんな風に今日は厳しい暑さとなりましたが、明日はどうなるのか詳しく見ていきましょう。明日もじりじりと夏の日差しが照りつけます。今日と同じくらいまで気温が上がり、厳しい暑さが続いてしまいそうです。ただ北関東は午後ゲリラ雷雨の可能性があります。天然の打ち水に期待できそうですね。今週も猛暑が続いてしまいそうです。週の中頃一息つけそうですが、週後半は再び真夏の暑さが戻ります。熱中症対策として今のうちにスーパー猛暑メールにご登録ください。それでは、ウェザーニュース。